通常途中でこうやって切ることはないんですが、あの今お伝えしたかったのは、普段清掃しているときにやっぱりちょっとゴミが溜まりやすいところっていうのはやっぱりハイパーモードでやりたい。ただずっとやってしまうと、まあ、1充電あたりハイパーモードですと2時間しか持たない、ノーマルモードですと3時間持つというところがあるので、そういうところをやるときだけハイパーにして途中からノーマルに戻すと、まあ、それも1回ティーチングしてしまえば、まあ、ボタン1つで勝手にロボットがその位置まで来たらハイパーにしてノーマルに戻してということも細かくできるのが、まあ、非常に優れた性能かなと思っておりますね。ちょっと今そういった意味でのデモを行いますので、自分の行きたいルート上完全に塞がれる場合が当然あります。でその場合は、まあ、異常障害物検知ということになるんですが、今これ、まあ、これデモ機なんで動かないんですが、アラートが、まあ、この1台1台にくっついていて、まあ、ここに今障害物検知しましたというのが来ますと。ただ先ほど申し上げました通り、これあの1ビル1台で足りないぐらい、まあ、あの価格も安く高性能なので、まあ、複数台のもののアプリをこんなに清掃員さん持っているのは大変だということで、これを一元管理できるあの、まあ、アプリですとか、もしくは管理者用の画面ですね、まあ、ネットもしくはタブレットで見れるものというのも、まあ、ソフトバンクさん開発されていて、まあ、それによって例えば各ビル防災センター等で、まあ、この水が今どこを動いているのか、何があったらのかとかっていうのが分かるような、そういった仕組み、状態表示ですね、あと充電はどうなのかというところがあの見られるかな。で充電で言いますと、先ほどから、まあ、1時間で500キロ、マックス1500キロ、3時間1500キロとお伝えしているんですが、実は予備バッテリーをあの購入することが可能でございまして、でまあ、バッテリーも普通の100ボルトのコンセントで充電できると。でそれを使うことによって、まあ、先ほど申し上げました1500キロ平米が3000平米になって、1つのバッテリーが切れた、3時間清掃し終わって切れた。で例えば深夜清掃で考えますと、まあ、オフィスのテナントさん帰られる12時、まあ、このビルもそうなんです。深夜12時から清掃開始します。で12時から3時の3時間で、まあ、彼ができるのは1500平米。まあ、このビルでいうと5フロア。ただそのバッテリーを変えることによって午前3時にバッテリーを入れ直すことで、まあ、プラス3時間、もう1500平米、5フロアですね。計10フロアをバッテリー交換することによって1台でできる。そうすると20階建てのビルぐらいですと、バッテリーを買い足すことで、まあ、2台でももしかしたらいけるかもしれない。まあ、ただその、効率清掃のティーチングの仕方によって完全に最大性能を発揮できるとは限らないので、まあ、各ビルの用途、コアの形状を踏まえてですね、我々がこの1週間の実証実験何をやっているかというと、まあ、そういったコアの形状の違いですとか、まあ、いろんな廊下で試すと、まあ、ドン付きがある廊下はどうかとか、直線でやるとどうかとかってことで、まあ、実際1時間にどれぐらい働いてくれるんだろう、それがどれぐらい精進化効果につながるんだろうということを実験した上で、具体のビル、もしくはその他の商業地域、ホテル、空港等に落とし込んでいくために、まあ、いろんなところ、床材でも使っている。で基本はタイルカーペット、まあ、ここはちょっと絨毯っぽいんですが、まあ、共用廊下のタイルカーペットを適しているんですが、あの普通のツルツルのタイルに使えないわけでもないです。ただ適しているという意味では、やはりブラシでホコリをかき上げて吸い上げるという意味では、タイルカーペット等に、まあ、絨毯等に適していますので、まあ、そこでの使用を考えているんですが、やはり自立移動性能が高いということがありますので、それ以外の床材でもぜひ使いたいなということで、この1週間はいろいろな床材で試しております。